全車四国予選1日目もうジメジメで最悪です。さっき雨降ってほんまに最悪。顔は手青いで、手は引き上げてる。ありがとうございます。本日はですね、全国社会人サッカー選手権大会四国予選1日目となっております。いやね、はいはい、いつものねローソンでございます。まあ今日は1日目ということですね。対戦相手は麻生さんございます。まあ前2年前ぐらいですかね、決勝でね、熱い戦いを繰り広げた、まあ、チームの相手なんですが、ね、もう絶対にですね、ちょっと全国は行きたいと思いますんで、今日の試合はしっかりとね、もう皆さん全力で、まあ立ち向かって、プラスね、まあ明日のこと考えたらあかんんですけども、もう明日のこと考えつつ、今日の試合全力で取り組んでいこうかなと思います。ではね、今日も熱い戦いになると思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。ということで、ちょっと長いんですけどね、行ってみましょう。YouTube 見た？見てないんですか。三原さんのガラガラ声の。ガラガラ声見てない。見ときます。声治ったんですね。何だ？どうですか今日？どうですか？今日。もうジメジメで最悪です。さっき雨降って、ほんまに最悪。12時10分集合。そう。あと20秒ないね。言い過ぎやね。いやきついな。まあいいけど俺おるし。長いな。なんかコート映しとったらええみたいな。すみません、日焼け止め。日焼け止め、まだ日焼け止め。オイルも、オイル、あるよ。オイル、どっち日焼け止め乗ってよ。顔は、ヘアオイルで、手は日焼け止め。ヘアオイル。意気込みは？意気込み？あれやな。ずっと勝ちたい。雰囲気はいいですよね、最近練習とか。まあ、ヤスが早く戻ってきてくれて、あ、そう、カメラ向きの選んでて、そうやって今しっかりと全員がこの1試合に、高い意欲持って臨んでほしい。これだけ、これだけ、でそれは、みんなな、うちに秘めとるものと、もうどんどん外に出していく。それが誰かに伝わるかもしれない。もちろん自分を振り立たせるし、その姿とか言動が周りをプラスにする可能性もあるから、どんどん喋っていきましょう。はい。OK。やかましいぐらいで構わんねん。浜辺以外に。OK。さあ、終わったかな？さあ、じゃあ行きましょう。どう？雨上がりですね。暑いです。さあ、しっかり、この前者っていう大会楽しみましょう。はい、行こう。本当に楽しみましょう。はい、10月しっかり楽しみましょう。じゃあそのためには勝ちましょう。行くぞ。どんどん下がり連れてって頼むぞ。ゾンビランド。めっちゃ出る人です。お、三原さんの俺初めて勝ってみたから。イエス。じゃあ行こうぜ。コーナーとかは、まあ、
でもなんか深い。いいやん、お前なんか見えよりイメージだけでは完璧なんですけど、ユースが好みですね。いや、わかるんですよ、宮原さんのあそこ。まず、ジョージアウトね、梶山。で、宮原さんが左側。で、まず、今、はっきりさせたいのが、システム変えてるよってこと。いいね。1点取ったら全然流れ変わる。いいね。よし。これからはいいよ。いや、まあ、1点取ったら当てらんとかよ。そういうこと。勝ったらいいやけど、その大量に点取らんでいいけど。みんな的にさ、やっぱ40分やったら全然ちゃう。時間の。めっちゃ短い。スプリングブレイク。ああ、総合力や。現地も頼むよ。オッケー。じゃあ、よっしゃ、頼むぞ。さあ、行ってこい、浜辺。おっしゃ。さあ、行こう。行こう。行こう、行こう、行こう、あるある。ボードで入る。あれ、頼むよ。挨拶行こう。でさ、交代したらさ、なんで帰るんやって怒るんだよ。いや、俺明日多分きついけど、今日交代やなと思って。アシスト。アシストミス。さあ、明日いませんけど頑張ってもらわないかな。おらんの？あ、違うで、結婚式。あ、すいません。なんで、速報お願いします。なに？ツイッター。忙しい。 SNS。 ツイッター久しぶりや。 SNS 担当でしょ。いや、無理無理。ペイッ帰ろうと。お疲れ様でした。まあ前半点が取れんかったんやけど、その悪かったわけじゃないんで、その要は取り方、攻略方法が、やっぱり曖昧やったっていうところで、みんなに分かっとってほしいのは、やったことがシステムの変更ね、疲労がある人というよりかは明日ベストに出るっていうために、なるべく行ってほしいなっていうところです。で、そういう時間の使い方をしましょう。Okay、でベストな状態で、オンもオフザピッチもしっかり準備して明日経由戦しっかり挑みましょう。いで、それ勝ち得たら突戦じゃないわ、間違えた、佐賀に行けるんで、okay、で、このメンバーで、しっかりタロット FC として、佐賀に行けるように明日
頑張りましょう。頑張ろう。頑張りましょう。じゃあ今日は、野村。よっ。野村明日来いよ。頑張れよ。まだ。頑張ってくれ。あとレガースだね。頼むぞ。絶対に佐賀行こうね。本当ね、ちょっと。俺は滋賀行くけど、前らは佐賀行くぞ。野村現地会社。僕滋賀行きます。おはようございます。全国社会人サッカー選手権四国大会現地ライブ勝利しました。ありがとうございます。いやね、まあちょっと前半はですね、まあちょっとこうなんていうんですか、キャドツらしさが出てなくて、まあ、ちょっと危ない試合をしたんですが、なんと後半ですね、怒涛の3発決めていただきました。本当にありがとうございます。まあ、やっとですね、明日、繋げれましたんで、しっかりと、まあ、明日ね、いい準備を皆さんもちょっとアイシングとかしてるんで、まあ、いい準備して明日しっかりと勝っていきたいと思います。どうやったら今日の試合。いや正直ちょっと危なかったですね。やっぱり決めるとこを決めんと、やっぱこういうゲームになっちゃうのかなって僕は思いました。明日にですね、まあ、しっかりと繋げていこうかなと思いますので、ね、じゃあ最後締めてくれ。はい、絶対に全国出ます。そして優勝します。以上です。うちの参加すいません。無理やさ。